次は佐賀の名物ワラスボ漁の現場に来ています。ここでは誰でも気軽にワラスボ漁体験ができるそうなので、私たちが実際に体験してみたいと思います。ワラスボって初めて聞くけど、どんな魚なの？有明海でしか獲れない珍しい魚だそうですよ。干物にするとすごく美味しいとか。頑張ってたくさん獲りましょう。そうね。でもワラスボは干潟にいる魚だから、泥の中に入ることになるわね。たとえ火の中、水の中、泥の中、これもアイドルのお仕事です。それにすごく面白そうだしね。それにしてもワラスボ漁ってすごい人気なんだね。ワラスボ漁してる人がいっぱい。あれ、ねえ、あそこで漁してる人って、あ、辰巳さんだね。おお、なんかいっぱい取ってるね。すごい。ふん、漁具のスボ掛けを華麗に操り、泥の中から作り出すようにワラスボを捕まえる。これぞワラスボ漁の醍醐味。またあなたですか？それはこっちのセリフだ。ワラスボ漁組合さんの宣伝をうちのアイドルにさせてもらえないか交渉しに来たら、まあお前らが横から傘だよって。それはそちらが勝手に因縁をつけているだけでしょ。ふっ、有明の干潟は一筋縄ではいかんぞ。お前らせいぜい泥と格闘することだな。あの水強すぎませんか？安心って、もしあんな水圧で水がかかったりしたら、メイクが落ちてゾンビーバレしちゃいます。せいぜい気をつけることだな。確かに今回は特に気を引き締めないといけないようね。転んで頭から倒れたりしたら大変なことになるわ。まあ気をつけるけど、私たちよりもさ。そうね、心配なのは、なんでみんな私のことを見るの？ねえ、なんか言ってよ。よし、それじゃあ早速始めよっか。泥の中にように言ったばかりなのに、ひなちゃんたら。まあひなさんの運動神経なら転ぶことはなさそうですけど。はい、ひなさん泥の中をスイスイ進んでいってます。さすがです。お、なんだか手応えが。ひょっとしてこれは、せーの、取れた。これがワラスボなんだ。さすがヒナさんですね。どんな魚なのか見せてください。うわあ、あ、まゆちゃん、なんですかそれ。何って、ワラスボでしょ。まゆちゃんたら、魚を見てそんなに大声を上げなくても。まゆさん、お魚苦手でしたっけ？ひなちゃん、私たちにも見せて。これがワラスボですか？これお魚なんですか？すごいビジュアルです。目が退化してて、歯もギザギザで鋭くて、ヌルヌルしてて、確かにエイリアンみたいです。正直ちょっと気持ち悪いっていうか、怖いっていうか。大丈夫だよ、あやちゃん、怖がりすぎ。こんなにおとなしいのに、ほら
尻もちセーフ。あの、あやちゃん、あんまり尻もちを連呼するのはアイドルとしてどうかと思うのだけれど。ひなさん、お忘れですか？顔に泥は NG ですよ、NG。 ああ、そっか、面白かったんだけどな。ゾンビバレせずにやり遂げられましたね。あの後は泥をかぶることもありませんでしたし。まあそうなんだけどさ、こういう時ひなちゃん大活躍だもんね。いつもだったらもっといっぱいワラスボ取れたはずだし。さすが東京のアイドルさんらしいおすましいフィッシングでしたな。またしても背後を。辰巳さんは忍びの方ですか？忍びではない、謎のアイドルプロデューサーだと言っとるじゃろうかい。皆さん、さっきの仕事ぶりで本当に満足してるんですか？え、満足してる？うわーマジ信じらんない。ええ、仕事はできたと自負しています。プップ自負だって、プップップ泥にまみれて漁をするのがワラスボ漁の醍醐味なのに、おすましフィッシングでそつなくこなしてやれた風に。そんなんでワラスボ体験の魅力が伝わってると思ったら、とんだ思い違いだからな、このシティガールどもが。だよね、私ももっと撮りたかったし、ワラスボのこともっと知りたかった。ひなちゃん、行きましょう。明日の本番に備えなくてはいけないので、これで失礼します。お疲れ様です。あ、おい、話はまだ終わっとらんぞ。せっかくだからワラスボ食べていきんしゃい。あっちに食堂あるから、珍味だから、おいしいから。あいつら死んでるな。